アメリカ海軍のイージス艦。このイージス艦とはレーダーが特徴の船なんですが、お尻をお城に向けており、全体像がやや見づらい場所に止まっていますので、まず見ていただきます。そんなイージス艦が止まっている以上ものミサイルを探知し、かつ危険度の高いものから順番に撃ち落としていくことができるんです。またすごいのはそれだけではなく、この一隻で守れる範囲が半径 450km 以上、そのためができるんです。そんな65番の他にも83番という船も見えてきました。よく見ると83番にも亀の甲羅のような板がついているので、イージス艦だということがお分かりいただけるんです。またアメリカ海軍がイージス艦を日本に配備しているのはここ、そんな東島を抜けますと、ちょっと早いんですが、これからですね、2色の船ご紹介できそうなんです。大体海上自衛隊の船ってグレー色が多